さあやっていきましょう。桜対戦2の実況ですけど、これスミレになってますね。ハンコが良くない。はい、第5話、嬉し恥ずかし夏休みのその5ですけどね。まあちょっと動画冒頭で少し検証していきたい。銀座の花やし、花組の帝劇に通信をかけて、確か浅草のあたりからだったと思うけど、将棋丸飛ばして、熱海にいますね。熱海にいる大神一行のところに、通信からものの15分でね、キネマトロンみたいなの無線使って、いやキネマトロン壊れたか、国旗界の通信を使って、まあもののどうだろうね、10分ぐらいかな、洞窟から脱出して、で砂浜で人工呼吸しようかと思ったらすぐ、起きたから、まあ10分ぐらいかな。洞窟の中でもごもごやったとしても10分だ。10分ぐらいでしょう。せいぜい。5分は早いよね。かといって20分もかかってないと思う。で、まあ、10分で銀座から熱海まで、どのぐらいの距離かなって。まあ大体この Google マップで見て、熱海、銀座から熱海まで、東名高速道路経由で1時間38分の距離ですね。10分じゃちょっと、空路じゃ厳しいね。で、まあ、距離大体銀座から熱海まで約100キロぐらいかな。こうしてみて、車で108キロとか107キロって出てるから、まあ直線距離で100キロぐらいでしょう。10分で100キロってことは1時間で600キロで、1時間600キロってどんなもんかなって思ったら、まあ、飛行機の平均的な速度がマッハ 0.8 らしいので、適当なサイト 0.8 でしょ。で、秒速っていうか、その時速だと864キロだから、まあ、飛行機だったら、まあギリ通信が入って熱海まで10分で後部は運ぶことは可能かなって思う。ただ将棋丸は飛行機、ジェット機ではなくて飛空艇なので、フィンっていやいいの、くるくるくってプロペラだ、そうプロペラが回ってる、あの気球みたいなやつなんで、この将棋丸がマッハじゃないよ、時速600キロ近いスピードで、さて運べるのかどうかは甚だ疑問かな。まあ、10分だったとしてね、20分だったら時速300キロかな。なら、まあ間に合うのかな。という検証を今しました。なんて言ってる間に、後部届きましたね。びっくりするわ、ほんまに。どうしてこういうことが起こったのか、ちょっと、明日までに考えといてくださいって言ったら。褒められた、ありがとう。スイコっていうか、見た目からしてもわかるじゃん、誰かね、わかんないもんなのかな、大神あたりは。なんだと、格好がちょっとおかしいよな、エチエチすぎるよな、ちょっとこれは胸のところがちょっともうはだけすぎでさ、そのなぜその格好をする必要があるのかと思うレベルだよ。まあなんか悪っていうのはそういう感じなのかな。悪の集団っていうのは、多少肌をはだけるぐらいがちょうどいいのかもしれない。とりあえずの字違くないっすかね。いや合ってるわ。合図の字が漢字ひらがなだから変だと思った。出花ね。でもおびき寄せた敵の増援は距離300まで接近してたとは。300がよくわからん。合流を阻止。動画をね、これ撮ろうかなって思うじゃん。戦闘パート撮ろうと思ったらね、根性がいる、根性。山から来ます。塞げばいいんだね。そのためには、上のなんかあれを壊せばいい。ウィス、やります。戦闘パートはね、バシバシ編集していくから。ほいじゃ一つ目、2つ目、おマリア強いね。3つ
4つ目、これで5つ目、よし。6つ目、森で1つき、これで7つ目、これで8かな、これで9、これで10、11、12、13、森で1つき、これで14、ほい、これで15だ、よし、敵を全滅させたぞちょっとね、ここのね罠を壊そうと思ってたんだけど、ターン的に難しかった、壊そうと思ったら間に合わなかったです。さあボス戦だ、水湖戦だ、援軍結局届かず、ここまで、ね、金剛の援軍はどうなったのか、山側から来るのではなかったのか速攻すぎてあれだったのかな、間に合わなかったってことかな。なんでこの人そんなに余裕ぶってんのかしら。魔装騎兵宝剣坊や、私が遊んであげる、どこからでもかかってらっしゃい。一体いくつだろう、みんな気をつけろ。淡々と淡々と言ってるけど大丈夫、本当に淡々と戦いが進んでるけど。さくらくん、君は俺が守る。じゃあ次はね、スイコの必殺技のシーンでお会いしましょう。はい、皆さんお待ちかねのね、スイコの必殺技が見れますよ。お待ちかねのね、危うく死にかけてたこの子危うく死にかけた必殺を見るまでもなく、波紋十鬼、大したことしてねえな、大した動きしてない。そしてさくらくんにカバウなので、実質カンナだけがダメージを受けると。え、必殺で50しか、あ、援軍ですか、この声は。おお、熱い助っ人が。帝国過激だ、今日こそ蹴りをつけてやるぜ。いいぜいいぜ、その展開待たせたな、スイコ。全然遅いよあなた。今度私はまだ指示を出していないわよ。あ、そうなの。なんだって、なんだって、おい、さっき通信で指示を出したから、ね、そっか通信、キョトンとしてる。さすがは帝国過激団だわ。さすがってか偶然だけど、ね、偽の通信を発信したのね。偶然だけどね。なんだよしろ、どういうことだよすっとぼけ、すっとぼけじゃないか、完全にとぼけだろ。お前は偽の通信で小娘たちに踊らされたのよ。そういうことですでもバカねえって言うほど、あの、楽観できる状況じゃないと思うよ、スイコさん。グーの根も出ね、悪の側に汚ねえって言われて。勝負だ、過激だ、てめえら全員今すぐぶっ飛んでやら。勇ましい、勇ましいことだ。だがこちらはもうスイコ包囲網は完成してるからな、1ミリも動けんぞやつは。はい、ということでまた飛ばしていきます。すげえ、カバウしてきた金剛が。
やべえやべえやべえ、全部こうカバーされる。これあれそんなだったっけ。大丈夫か。あ、やっぱり3回目でも邪魔が。大丈夫か。4回目でもやっぱカバーれるねこれ。そして一言も礼を言わないスイコ。何、あ、さくらくんご指名。かっこいいわ。金剛かっこいいわ。こいつスカウトしよう。国旗界で一番気骨がある、こういう男スカウトしよう。見せ場が来ましたよ、勝利。なめんな。ありがとう。やば、マリア死んだ。もう少し隊長と共に。やば、これでこれでいったかな。金剛すっげえ強え。これ半端ないよ、こいつめっちゃ苦労した。回復はするしな、上に上がって回復しやがったからな。カバウは回復するわ、攻撃力が強いわ。もうこれすごいね、あんたは。さすがスイコをなぶり殺しに。あいつらの力を侮ったお前。くそ、この次だ。潔よし。さすがは過激。私は金剛のように楽には倒せない。あなた金剛にかばわれてただけだぞ、この間ずっと。たっぷりと味合わせてあげるわ。ほう、これアイリスで終わるかな。終わった。あなた弱いよスイコさん、弱いよ。口ばっかだよ、口ばっか女だよ。ちっぽけな人間に金剛の爪の赤でも煎じて飲ました方がいいわ。ほぼ太刀打ちできなかったよあなた。口ばっかもあんな、本当に。俺たちには仲間がいる、協力すればどんな敵になって絶対に負けはしない。笑わせないで坊や。仲間なんて信用するものじゃない。いや金剛めっちゃ金剛めっちゃカバーしてたやん。あいつともうちょっとこうツーマンステルだったら、この2組はこの敵は強大だったよ。その時のあなたの顔が楽しみ。なんせマリア落としてしまったからな。それじゃ、ま、だから金剛とスイコ2人で攻めてきて、巻き地も出してきてたら、巻き地か、巻き地出してきてたらもう手に負えなかったと、負けてたかもしれない。おお、まあまあ見てたからこっちも深追いはしない方がいいな。さすが隊長。こんなところにまで現れるとは思いませんでした。そうだね、こちらの情報を続けってわけだな。定撃に残ってる米田のおじちゃんたち大丈夫かな。確かに、まあ、うちあちらおろすになってる。定撃に帰るんやし心配ないやろ。心配した方がいいと思う、多少ね。あ、ていうかあれだな、この花組のメンツを全部熱海に持ってきてたのは多少間違いだと思うね。 2,3 名は残しておいた方がよかったと思うな、花組みんな、うん、誰残すべきかな。スミレとコーランとマリアぐらい残しておいた方がいいじゃないかな。あとカンナか。それよりマリア、カンナは絶対置いておいた方がいいな。カンナは絶対定域に置いておいた方がいいな。守護神シーサーとしてね、定撃のシーサーとして。大してポーズ取ってない、誰も大して、ね、この腕を組んでるのがポーズなのか。オメガシスターズかよ。
オメガシスターズ、オメガシスターズのリオちゃんからフォローもらって、最近嬉しかったこと、ツイッターのフォローしてもらった。まあこっちフォローしてないのにフォローしてくれたからな。あの子神ですわ。エゴサーの姫。いや、あのね、最近てかよく VTuber を見るようになってはいるんですけどね。まあオメシスはメススはいいね。メススはいいです。皆さんぜひオメシスをチャンネル登録しましょう。ポコピー追ってたんだけど、その流れでオメシスもちょっとチェックするようになったら、やっぱハマるね、あの汚い声が。リオちゃんっていう方は妹の方ですげえチャランポランのイメージあるんだけど、あるんだけど、なんか愛嬌がありますね。愛嬌がですね、フォローしてくるっていうところがすごいなって。うん、このこいつフォローを仕返すかもしれないみたいなところを察したんだろうね。普通さ、そういう有名人ってさ、されたらするみたいな、せめせいぜいそうじゃん。先にしてくるって、かわいいわ。お召しそうしていくこんなところでなんか謎のこと言って、マリアの水着見てなくない？あ、そうだ、泳げないもんな。いや、何笑とんねん、何笑とんねん、二人。気持ち悪いな。気持ち悪いな。ごめんなさい。何でもないのよ。おう。さあみんな。マリアのさ、裸を見た記憶が全くないもんね。桜大戦やってるけど。いや、どうだ。一応、パート1を見直してみてくれ。似てないと思うんだよ。マリアの裸は。おっ。次回予告。青い鳥。またあんたか。銃を取れ。嵐。かっこいいな、あの開いてるの。あ、後部じゃないな、アイゼンクライトのか。こう開いてるとこめっちゃかっこいいな。あの実写、実写ガンダム、実写じゃないな、ガンダムのなんかあのリアルのやつ作ったりするやん、最近よくね。あのお台場のガンダムとかもそうだけどさ、コーブ作ってほしいよね。作れそうじゃない、コーブだったら。ガチ勢がいたらさ、桜大戦ガチ勢が今の時代に残ってたらさ、コーブぐらい作れそうな気がするんだよ。作れないもんかね。つうかコーブのコスプレって誰かしないんかね。俺作ろうかな、コーブのコスプレ。10年ぐらいかけて需要なし。はい、じゃあ今日はここら辺まで。いや、めっちゃ長かったな。いや、まあ、めっちゃカットしてるから多分動画としては短いと思うけど、めっちゃ長かった、疲れました。そうそう、寝ます。それじゃあ皆さんお疲れ様。ほなまた。